はい、ということで本日はですね、すでに赤さん現場入りしております。はい、よろしくお願いします。こんな室内なのになんでこんなサングラスかけてるかって、まあまあ聞いて。これね、まあサングラスでもあるんだけど、ブルーライトカットグラス、ブルーライトカットサングラスでもあるんですよ。最近ね、コン詰めて1日編集とかしてるともう眼精疲労やばくて、決してね、決してカッコつけてるわけではないですよ。はい、決してね、アイメイクがめんどくさいからといってこれで隠しているわけではありません。ということで、はい、本日もよろしくお願いいたします。なんかふと思ったんだけどさ、韓国の脱出お一人島とか見てたんだけど、なんで韓国の人ってこぞってアメリカーノ飲むの？アメリカーノっていうものがさ、いまいちよくわかんなくて、コーヒー屋行ってさ、アメリカーノ注文してみようかなーともたまに思うわけよ。でもさ、コーヒー屋行ってコーヒー頼むときって、私からするとちょっと贅沢をするひとときなんだよね。その贅沢を楽しもうとするときにアメリカーノをさ、もし頼んで味がさ気に食わんかったらさ、めちゃくちゃもったいないやんっていう、そういうケチな思考が働いちゃって、今日の今日までアメリカーノの味を知らないっていう感じなんだけど、なんで韓国人とアメリカーノ飲むんだろうね。ちょうど飲み終わったね。飲み終わりましたか？はい、いい感じですね。はい、ということで今日は出産費用トータルいくらかかったかっていうのをやっていきたいと思います。県とか市とかによって料金が違うんじゃないかみたいな言ってる人がいるんだけど、私はなんか病院によって違うのかなって思ってます。田舎に住んでる人とかでも手出しこれぐらいかかったとか、マジで病院によって違うのかなって。で、妊娠分かったら、あの妊婦検診で月に1回とか2週間に1回と定期的に病院に通わないといけないんですけど、妊婦検診は保険が効かないので、その代わりに補助券っていうのがもらえて、そっから毎回お会計の時に補助券を使って会計する形なんだけど、これがね、意外とこの補助券を使ってでも結構出費かかった回もありました。あとさ、思ったのは、料金で産院選びするのって難しいよねっていう。引っ越しする時みたいにさ、こう見積もりを取って、A 社はこの価格、B 社はこの価格、この会社が一番安い、ここにしようっていうのができないんですよね。そう、結局私も出産して、退院の前日とかかなに、やっとお会計来て、それでいろいろ明細が分かったみたいな。今、領収書をね、見返してたんですけど、妊婦検診中で一番高い手出しの金額が9600円っていうのがありましたね。なんか補助券も高いのと安いのとその間のとっていうのがあって、一番高い補助券は枚数が少ないよ。確かね、3枚か2枚ぐらいしかついてなかった気がする。検診中って何回か採血するんですよ。何もなければ3回、トータル3回とかで済むのかな。けどその数値で何かちょっとでも異常があると、もう一回やりましょうっていう風になっちゃうんで、採血した時は金額が高くなった印象。一番安い時だと手出し1400円とか1500円っていうのがありました。はい、そしてトータルの金額、妊婦検診にかかったトータルの金額、6万7600円でした。はい、補助券使ってです。どうでしょうか。まだ産んでないですからね。じゃあ次、実際の出産費用見ていきましょうか。これさ、改めて見て怖えなって思うのがさ、夜間看護配置料金とかっていうのがあるわけよ。夜に生まれる場合とか、休日とかね、日曜日とか祝日とか、病院がもともと休みの日に陣痛が来ちゃって生まれちゃいました、こういう場合もお金がかかってくるんですよ。だから安く済ませるためには病院のやってる営業時間内、昼間に産まないといけないっていう。あとね、なんか分娩監視なんちゃらっていうのがさ、私 1.5 時間超えとかって書いてあるんだけど、多分分娩時間が長いとなんかお金も加算されるっぽいですね。早く産んだ方が料金の面だけ言うと安く済みそう。あと私は遠因切開したので、それもなんか料金書いてありますね。あと監視分娩になったので、その料金も取られてるっぽいですね。あ、でも監視分娩とか吸引分娩とか、そういう異常分娩になった場合っていうのは、そのちゃんと保険に入ってれば出るっぽいですよ。私ね、今回保険全くかけてなかったんですよそのなんか女性保険みたいなのあるじゃないですか、その妊娠出産に関する保険みたいなの。
私の入ってる超スタンダードな保険は多分降りないっぽいんで請求はできないですけど、でも本当にいつ帝王切開とかになるかもわからんし、本当になる可能性あるし、入っといた方がいいですね保険はね。あと和通分娩あったので、その料金とか、あと初産加算料金っていうのもあるんですね。新生児管理料ってあるけどさ、私新生児管理されてないはずなんだけど、生まれてすぐ病院に運ばれたから、この新生児管理料ってなんだろうがっつり取られてんだけど、夜間預かってくれたりとか、そういうのにかかる料金じゃないのかな。まあいいや、もう払ってしまったからな。出産入院費用合計手出し約26万円です。はい、26万払いました。これ高いよね多分。もちろんあれね、出産一時金だっけ、あれ引いて26万円です。かさ、戻ってきた人今にいるよね。全然戻ってこないんだけど。和通と個室代を引いても10万はやっぱり手出しになるわ。出産一時金って今年度からちょっと額が上がったんですよ。8万ぐらいその負担してもらえる額が増えたんですけど、でも病院側も値上げしてるんですよ。多分ね、ほとんどの病院してるんじゃないかな。うちの病院も物価上昇により何月何日からご予約のお客様は、患者様は値上げされた価格になってて、そうなの。だからそれを考えると、あんまり、だいたい手出し33、4万ぐらいかかってんのか、妊婦検診と出産入院費合わせて。あとそれプラスね、買わなきゃいけないものもいっぱいあるしね。おむつ、ミルク、服、ベビーカー、抱っこひも、ベビーベッドとかマットとか、あとチャイルドシートとか、そういうのも入れたら40万ぐらいいきそうだね。今子供一人産もうとするとこれぐらいかかりますよということでした。この間ヒカルさんの動画見て知ったんだけど、看護師さんになる人ってみんな看護学校行くじゃないですか。助産師になる人はなんか看護学校を卒業して、また助産師学校か名前わかんないんですけど、専門の学校にまた行って卒業してやっとなれるみたいな話を聞いて、で青山にあるさ、多分日本一高い有名人とかさ、なんかインフルエンサーとかがさ、なんかハッシュタグ産の病院とかってこうつけて退院した子供を抱いた写真とか、なんかインフルエンサーの人がよく上げてると思うんですけど、あの有名人産院で助産師で働こうってなると、相当その助産師の中でも成績優秀、トップの人じゃないとあの産の病院には行けないみたいなのを動画で言ってて、えーってなった。入院中いろんな助産師さんと関わりがあったんですけど、フィリピンパブのママみたいな人がいたんだよ。私の病室入ってくる時にさ、まるまるさん入るよ、どう、大丈夫、調子どう、お尻治った、まだ痛いの、そう、プレゼントの紙おむつもらった、え、紙おむつもらってないね、今持ってくるからとか言って、マジでこんな感じの人がいたんだけど、いや、あの人も看護学校行って助産師の学校行っていろんな門をくぐり抜けてきた人なんだなとかって、ちょっとしみじみ思っちゃいました